どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、私がですね、ラバハウンドを使ってクラウン戦でタンホール10から星2を取った動画をリプレイをですねご覧いただきたいと思います。まあですね、事実上タンホール10、事実上です。これなんですけれども、こちらの村はもうですね、もうどうしようもないですよねっていうのもすごい失礼なので、まあ早上げの方ですね、まあでも早上げは私結構早上げ結構、ね、やめた方がいいって言ってますけども、クラン対戦において早上げっていうのはクラン対戦だけにおいてこう考えると、そのユニットのレベルが非常に高いということもあって、まあ早上げ、そしてインフルノタワーとかもありますので、防衛面において、そして攻撃面においてクラン戦のみの視点で考えると非常に、早上げっていうのはいいものなのかなとは思います。まあ今回のタウンホール10は、インフルノタワーがないということで、まあ実質タウンホール9ですね。まあ防衛施設の弱い、タウンホール9と考えてもらって結構です。さあ早速見ていきましょう。まずは、2、3体で、援軍を釣っていきます。まあそうですね、普通に釣っていきますね。まあラバルガゴということで、今回の編成を見てもらえばわかるんですけれども、バルーンが24、ちょっと少なめかなって気がしますよね。やはりタウンホール9でのそのラバルーガコ、やはりそのラバハウンドが枠を30使うということで、そしてドラゴンを入れたということで、結構辛い編成にはなってますね。やはり30体ぐらいは入れたいですよね。はい、そして、バーバリアンで釣っていきます。はい。まあそうですね、普通に釣っていきます。終わった。はい、そして普通にやります。なんかほんと少ないんですよね、24体ですと。はい、はい、この時点でラバハウンドを投入しました。よくですね、ラバハウンドを先に、投下してそこからバルーンをやるという方も結構おられるんですけれども、それですとラバハウンドの移動速度っていうのは非常に速いので、すぐ溶けちゃうんですよね、対空砲にずっと狙われて。なのでそのバルーンが狙われて始めたぐらいに出すのがちょうどいいです、ラーバハウンドは。ほら見てください、結構早いんですよ。さあそして、ここはもうレイジと、ご利用しですね、移動速度を早めて、ヒーリング、今回ヒーリングしましたけども、ヒーリングじゃなくてもいいのかなと思います。レイジ3発のヒーリング1発とかでもいいのかなと思います。さあそしてまだラーバハウンド生き残っております。長いですね。はい、そしてもう適当にあとはやっていくだけですね。そして見てください、ラバパピーが、ラバパピーなんですねこれ、ラバパピーが、生産されます、生成されました。見てもらえば分かるんですけども、こちらバルーンが、風船がめっちゃ出てきましたね。見てください、3発対空爆弾が来ましたね。これがそのやはりそのバルガゴにおいて非常に強い点で、やはりそのもうラバパピーでその対空爆弾を処理できるっていうのは、そのもうクロバルって結構固まって動くので、その固まって動いた時にその赤風船が来ると結構辛いんですよ。またさらにガーゴイルはこのようにして固まっていると一瞬にして、赤風船で焼かれてしまうので、もう本当これで処理できるっていうのは非常にラバハウンド、ラバパピーの強い点ですね。あとは普通に、やるだけなんですけれども、やはりですね、このラバハウンドを使ったバルガゴで強いと思ったのは、やはりその赤風船の処理がすごい簡単にできるということ。黒風船は結構どうしようもないんですけれども、やはり赤風船をメインとして、破壊できること、それがもういいポイントですね。基本的にはバルガゴと呪文の出し方とかはバルガゴと一緒ですね。そしてラバハウンドの出し方は、先ほども言った通りバルーンがちょっと攻撃を受け始めたぐらいから出す。はい、それで立ち回りというかプレイングはそのような感じでいいと思います。しかしそのやはりしかしじゃないやはり、もう本当何より強いのはもうラバパピーが対空爆弾を勝利してくれるというもうこの強み、それが一番、強いかなと思います。ということで、皆さんもですね、タウンホール9だったらぜひ、
空軍で戦ってみてください。ご視聴ありがとうございました。